ワンパーということで、リトルジョーカー実況続きの方をやっていくんですけれども、いや、やっと前回ね、葉月さんフューチャー会が来てくれましたけど、まあ SDA とね、一枚絵がなかったんで、まあ、雨傘を持ってさ、こう、水の銃弾を撃つみたいな、そういうね、描写とかはなかったんですけど、いや、でもね、かっこよくて、こう、凛々しい、葉月さんのね、姿が見れたという、まあそういう回でしたよね。あとはまあ、猫と菅くんが、かわいそうだったなっていうのと、ななみさんはもういつも自業自得ですね。連絡すればいいのにね。はい。ということで、今回はどうなっていくのか、じゃあ見ていきましょう。ということで、ちょっときつめの忠告は済ませました。反応は？それが、気絶させてしまいまして。気絶だと？まさかとは思うが、殴ったりしてないだろうな。していません。ベッドの足を蹴るぐらいはしましたが、まあでもそれぐらいショッキングだっただろうな、菅くん。本人が言ってましたが、本当に後悔というか、ずっと不安だったんだと思います。自分の行為がバレて大事になるんじゃないかって。危惧してたことがついに現実になった。そりゃ絶望するか。気絶した以外は事前に言った通りです。部屋に模造した紙を破いて、そのまま出てきました。ん？部屋に模造した紙を破いてね。部屋全体を紙にしたのかって思ったけど、一瞬。あ、そうだね。模造した紙をね、あの一万円札か。夢だとは思われていないはずです。今朝の様子は？他の寮なので、監視できたわけではありませんが、食堂にいるところを簡単に確認だけはしました。食欲もなく、周囲をずっとキョロキョロしてるばっかりでしたよ。そうか、いいだろう。まだ監視下に置いておく必要はあるが、この件はひとまず終了とする。ご苦労だった、レビー6。ありがとうございます。これからはサポート中心だ。こちらの捜査で必要となった場合にエイムスから情報を引き出して、あとは普通に学生生活を過ごしてもらう。ああ、なるほどな。そのつもりだったんだがな。ん？まさか護衛なんて任務が発生するとは。めんどくさいことかな。ちょっとまた面倒事が増えたなという。そのことなんですが、三笠さんの襲撃について何か新たな情報は？二人とも何も喋らない。ああ。誘拐しようとしたことは認めても、三笠綾瀬のファンだと言い張っている。おう。もちろん、鵜呑みにせずに調査を進めている最中だ。進展があれば連絡を入れる。もう少し待て。それまでレビー6は護衛任務を継続。レビー6、了解。お、なんだ、人が話を締めようとしている時に。すみません、護衛のことです。今日三笠さんを含めてみんなで出かけることになっています。ショッピングモールで人の目も多いですし、彼女には一人にならないように言っています。真っ昼間に人目を気にせず襲ってくることはないと思うんですが。そうだな、この短期間で連続して襲撃してくるとは思えない。まあ計画的だったもんな。外のや、あ、外じゃねえ、なんだったっけ、学園内のやつはね。下準備もなくそんな大胆な行動を取る相手ならうちの網に引っかかるはずだしな。陽動を使うことはなかっただろう。念のため警戒はしておこう。何かあれば連絡を入れる。了解。こちらもすぐに連絡を入れます。あ、じゃあな。通信終了。いや、まあでもそうだね。綾瀬さんを狙ってた、その、やつは、かなりやり手だったもんな。まあ、ファンでは収まらんよな。ファンにしてはなんか物騒すぎるしな。おっと、早く行かないと遅れる。みんな揃ったかな？おお。はいはい。ああ、なるほどな。あ、そうだな。みんなで一緒に行くんだもんな。君がサトルの言ってた子？はじめまして。みぶちさきと言います。皆さん、よろしくお願いします。いやー、コミュ力お化けっぽいね。なんかいい感じだね。もう、第一印象がいいよね。三笠綾瀬です。よろしくお願いします。僕は周防恭平。よろしくね。私は二条院葉月だ。千崎くんは確か1年 A 組だったな。あ、そうか、七海くんのクラスメイトか。もうみんなくんなんだね。いやー、でもこれサトルくんは
葉月さんとはね、ちょっとまた気まずいかもしれないけどな。私のことを覚えてるんですか？おう、もちろんだ。ゆっくり話すのは今日が初めてかもしれないが、私の管理する寮生のことだ。顔と名前は覚えているぞ。ああ、そうだよね、そっか、同じなんだもんな。光栄です、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしく頼む。それから、その水着のアドバイスのこともはい、頑張らせてもらいます。ありがとう。いいねいや、よかったよかった。まあ今のね、この葉月さんのちょっと恥ずかしい感じもよかったけど、まあでもこの2人のな、関係性っていうところが、まあまあまあ、まあでもね、その悪くなることはないよな。それじゃあ早速出発しようか。詳しい場所を聞いてなかったが、ここら辺か。いいよ、駅前ライトレールに乗っていくよ。おお。話すことがない。ん、どうかしたか、有原くん。ああ、いや、別に大したことでは。なんだ、気になることがあるなら何でも言ってくれ。気になって逆に気持ち悪い。わかった。とはいえ大したことじゃない。眠そうに見えたから少し気になっただけだ。そんな情けない顔をしていたか。ダメだな、気を引き締めないと。情けないってほどではない。どうしたんだろうと気になっただけだ。それは、まあ有原くんなら言ってもいいだろう。お？敷地内の侵入者の騒動は知っているだろう。三笠さんのファンが侵入して捕まったという噂だけは。それだ。あの影響で学院の夜間の警備を手伝っているんだ。二条院さんが。まあセキュリティ強化の機器を取り付けるまでの臨時だ。とはいえいつもより就寝が遅くてな。あー、結構夜遅くまでやってそうだったもんな。いやでもさ、あれだね、うまくバレないようにこうあれ君がやってるのみたいなさ、ちょっと初めて知りました的な感じで、サトルくんもねちゃんと予想を得てますね。眠そうに見えたのならきっとそのせいだろう。そうか、警備の手伝いは滞りなく終わったのか。いや、それが実はセンサーに反応があったんだね。侵入者がまた、そのクセモノを捕まえようとしたんだが、実はクセモノではなく野良猫で、うん、空騒ぎを引き起こしてしまってなまあそのクセモノ目の前にいるんですけどね。泳がされているわけじゃなく、俺の存在は気づかれてなさそうだな。少なくとも今のところは。まあでも確かにな、こう分かってて隠してるっていう可能性もね、まあなきにしもあらずなところはありますが。よかったじゃないか、勘違いで済んで。それはそうなんだが、恥ずかしいやら申し訳ないやら、穴があったら入りたいとはあのことだまあ猫もかわいそうだしな。慣れないことをしてるんだから仕方ないさ。そんな慣れないことをしている上に寝不足になっているから、かなり疲れが溜まっているんじゃないか。多少はな。だが憔悴しているようなことはないぞ。むしろ自分の能力を誰かのために使えて嬉しいぐらいだ。おお、そうか、ならいいんだ。だが今日は気分を変えて買い物を楽しもう。いいね、なんか話の流れは全然悪くない。ここがワシズサイドモールさ。おお、リオさんじゃんこの後ろ姿で。こっちはなんだろう、つぐみさんちょっとわかんないけどえ、これこの後ろ姿も完全にリオさんでしょ。いや、このママミを考えるとこれつぐみさんかななんか髪の色もそうだし、どうなんだろう。こんな感じなんだ、ショッピングモール。すげえなんかすげえリアルだないや細かいね。いやいやいや、もうすごい作られてますね、背景ね。まあ行きましょう。お、ワシズサイドモール、思ったよりでかいんだな。てっきり郊外にあるスーパーのようなものを想像してたけど、こう言ってはなんだが思ったよりもちゃんとしている。他の大きな町から結構離れてる鷲津市でもそれほど不便を感じないのはここのおかげだからね。意外と有名なブランドも入ってたりするんだよ。ほう、
どうする？まずどこから行く？そうだな、まず男物の水着を買いに行かない？どうせサトルはそこまで悩まないでしょ。まあな、そうだな、派手すぎなければ特にこだわるつもりはない。先に済ませた方が女性陣もゆっくり選べていいんじゃない？俺はそれで構わない。ではそうさせてもらおうか。じゃあこっちだね。何、女性陣に選んでもらうの？そのサトルくんのは先頭を歩く強兵にみんなが従って歩く中、俺は三笠さんに近づいた。何ですか有原くん。今日の行動のことで改めて言っておきたい。人目もあるし昼間だから滅多なことはないと思うが、念のために個人行動は避けてほしい。分かってます、それぐらいは心得てますよ。あの、私からも一つ確認をしたいことがあるんですが、いいですか？お？何？有原くんの肩書きについてです。妹の七海さんも同様なんですか？肩書きな、正直にバラしていいものか、ここはごまかすべきなのか、いや隠しても意味がないか。兄弟揃って転入してきたのに妹は普通というのも逆に怪しい。同じだ、もしもの時には七海を頼ってくれていい、事情は知っている。とはいえあいつはサポート専門だ、あくまで連絡するぐらいだと考えてほしいが。わかりました。あと俺からももう一ついいかな。何ですか？水着ってサイズが重要だけど大丈夫なの？パッドのまま試着とかできるの？もう本当にもう余計なこと聞く。よくもまあ、余計な気遣いばかりを口にできますね。その口に縫い合わせちゃいますよ。もうどうぞ縫ってやってくださいよ。もうもうどうぞ縫ってやってください。もう余計減らず口がすごいな。もう一応心配したつもりだったんだがな。そんなことまで心配してもらわなくても大丈夫です。自分のパッドくらい自分で守ります。そうですか。いや、そもそもパッドパッド言わないでほしいんですけど。そうですね。すいません、なんかまあそうなんですよ、すいません。二人ともどうしたんだ？早く来ないとはぐれてしまうぞ。あ、ごめんなさい、すぐに行きます。もうパッドの話になると本当盛り上がるな、無駄に。ほとんど悩んでなかったけど本当にそれでいいの？千鶴さんいるじゃないですか。お、ターシャマターシャマとか言って待ってるんでしょうかね。え、他にはなんか見覚えのある人はいるかな。この後ろ姿はなんだろう、ちょっとわかんねえや。千鶴さんぐらいしかわかんなかったな。背景はね、ちょっとね、ちゃんと見ていかないとな。まあ、とりあえずこんな感じかな。いいよ、サイズもぴったりで悪目立ちもしない、十分だ。先輩って悩む必要がなさそうですよね。身長もあるしスタイルもいいし何でも着こなせちゃう気がします。おお、本当に羨ましいよ、服に悩む必要がなくて。そうだな、確かに身長は俺の方が高いが、強兵だって大抵のものは着こなせるんじゃないのか。何かこだわりがあるのか？こだわりってほどのことでもないんだけど。まあ下手なやつ着るとこう、女子だと思われるみたいな、そういうこと？なぜか僕って女の子に見られることもあるんだろうね。だろうね。でしょうね。でしょうね。そうですよね。まあまあまあ、すごい心配そうな顔で見てる七海さんは。そこで納得されちゃうのか。もしかしてコンプレックスなのか。僕は男なんだよ、うん、女の子に間違われて嬉しいはずないじゃないか。まあな、まったく失礼しちゃうよ。確かに、まあトランスジェンダーとかじゃないからな。ならばまずその可愛らしい怒り方を変えたらどうなんだろうか。そうだね、ちょっと男っぽくしてみるのもいいんじゃないでしょうか。自分の顔が嫌いってわけじゃないよ、でも女顔であることを笑われるのはやっぱり嫌だよ。ああ、それはわか、わかります。おお、スオ君のその気持ちすっごくわかります。わかるんですか？好き勝手に言って、うん、笑って哀れんで、そういうの
カチンときますよね。何があったんだね何があったんだろうな、そこの激しく同意のところは。え、あ、うん、そうだねまあそうなるわな。俺を遮ってまで強兵に共感を示す三塚さん、あまりの食いつきっぷりに強兵は若干引いていた。三塚先輩みたいな人でもそういうのあるんですか。え、あ、それは、あ、あ、ちょ、ごめん待って、一瞬ちょっと止まったからさ、癖で押しちゃった。あのね、ボイスが止まっちゃうとね、押しちゃうんだよね、スペースキー。あ、それは、あのまあ、胸のことだろうな。あまり深く尋ねない方がいい。そうだね、三塚さんは取材やネットの露出も多いからな。私たちにはわからない苦労も多いはずだ。そうだね、まあ、サトル君と、まあ、綾瀬さん自身しかわからないこともあるかもしれないな。あ、そっか、ごめんなさい、三塚先輩。いえ、いいんです、気にしないでください。あんな反応をしたら質問したくなるのも当然だと思いますからそれと私のことは綾瀬で構いませんよ。おお、でも年下になんか呼び捨てで呼んでほしいって言っても、年下の方がな、なんかちょっと気使いそうだけど、まあ千崎さんだから大丈夫かな。わかりました、綾瀬先輩。あ、なるほどな。私のこともどうぞ千崎って呼んでください。いやー、さすがコミュ力お化け。はい、千崎さん。それよりも今度は女性陣の水着だ。そうだね、ここからは僕は案内できないから任せたいんだけど。あ、じゃあ私行きたいお店があります。なら、ここは千崎くんに任せよう。いいね。まあでも男性陣はちょっとここで休憩みたいな感じじゃない。ありがとうございます、こっちですよ。そうして今度は巫舞さんを先頭にして歩き出したどうした、うるさいないや、何も喋ってないけどな目がうるさかったのかな。何も言ってないんだが。その目が口以上に語ってるそっか、七海にもよく見抜かれるが、そんなにも分かりやすいんだろうか。にしても意外と騒ぎにならないものだな。何がです。三塚さんって有名人だろ。人の多いところに来たらサインをねだられたりするのかなと思って。有名といってもごく一部の人からですそういうことか。まあアイドルもね、こう一般人には、まあその一般人はそういうのをさ気にして見てないっていうのもあるかもしれないし、なんかあんまり気づかれないっていうのもねあったりはするけど、まあそれにしてもだよな。テレビに出るような芸能人みたいに大騒ぎになることなんてありませんよ。そっか、テレビ出てないのか、これも大きいね。そういうものか。時たま気づく人もいますけどね、それでもこの前みたいな熱狂的な人はめったに。おや、あ、もしかして三塚さん、ん？なんだこの声は。なんだやっぱりバレる。え、あれ、なんか聞いたことあるような。しきべ先輩だよね、まゆさんだよね。こんにちは。お、で有原くんも一緒なの。いや、おっきいなやっぱおっきいな、まゆさん。もしかしてお姉さん邪魔しちゃった。あ、しきべ先輩こんにちはどうなのその後の関係は、まゆさんとこのななみちゃんは。ななみちゃんまでびくそんなに怯えないでください、あれは本当に誤解ですから。うん、理解はしてるんだけどね、うん、思わず体が反応しちゃってごめんごめん。うん、相当すごかったんだろうな相当ななみさんのテクがすごかったんだろうな。それより妹同伴でデート、なんとマニアックな。違いますよ、しきべ先輩じゃないか。おう、おや、二条院さんにスオー君とミブさんまで。どうもです、こんにちは。同じ寮だし、しきべ先輩は三塚さんとは違う意味で有名人だろう。どうやら全員と顔見知りのようだ。それで
みんな一緒に何をしてるんだい？買い物に決まってるか。お揃いのものでも買いに来たのかな。てかマユさんもね、なんでわざわざこんなところにっていう。あ、ここで会ったのも何かの縁ですし、うん、よければ四季部先輩も一緒にどうですか。おお、マユさんの水着姿いいね。ん？ん？ん？何？おじゃーん、こんなのはどうじゃね。どうじゃね。いいね、やっぱ夏目さんとはやっぱこう違うところがやっぱこういうところで出てきますね。陽キャって感じがするね。夏目さんはどちらかというとちょっと陰キャなところだったけど、いやすごいね。どうじゃね。無理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 、そんなに小さい水着で人前に出られるわけないよ。いやこれ下乳が出るやつやな。これぐらいの方がななみちゃんの可愛らしさが引き立つよ。グッとくること間違いなし。グッとこなくていいよ、授業で使うだけなんだから。まあそうなんだけどな。動くことを優先させるならワンピース。うん、なんかレオタード型とか結構あるよね。まあでも似合わなそう。ななみさんはスタイル良さそうだし。でも体にぴったりと張り付くから、うん、実はワンピースの方が体のラインのごまかしが効かないんだよ。あ、うん、そう言われると自信ないかも。いろいろとお肉が。お肉。いや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 、ちょっと子供っぽく見えちゃうかもしれないから。ホルターネックとか、あと他にも。あ、なんかよく見るね、こういう感じのやつ。でも意外と可愛いのも多いね。せっかく試着するんだからいろいろ試してみたいかな。あの葉月さんがずっとこうビクビクしてる。左側で面白いな。お、いいね、その方がちゃんと判断できるからね。二条院さん、お、こんなのはどうです。あ、いいね、やっぱ黒いの似合いそうだよな。これは露出が多すぎるんじゃないだろうか。際どすぎるぞ。これでもダメなんだ。まるでいやらしい映像に出てくる水着みたいじゃないか。ああ、まあな、グラビアアイドルが履きそうな。そうなんですか、その手の映像でも着てるんですか。私は見たことなくて。そっか、綾瀬さんそういうのはあんま興味ないのか。いや、私だってそんな映像見たことはないぞ。あれ。あれ、葉月さんどういうことですか。まあそれはともかく、至って普通のセパレートなんですけど。気になるな、葉月さん、あれ時代劇以外になんか見てるんですか。だとしてもだ、私のような初心者にはまだ早いんじゃないかと。二条院さんならワンピースでも綺麗だとは思いますが、うん、それだと今までと変わらないんじゃないですか。せっかくこうして買いに来たんですから、新しいものにチャレンジをしませんか。そうだね。それはそうなのだが、いざ目の前にするとやはり二の足を踏んでしまうな。まあ今まであんまりこう選んだりとかな、そういうのにルーズだったんだろうからな。とりあえず一度試着してみましょう。今は着慣れてないだけかもしれません。お、試着の一枚が出てくるのかな。着てみたら案外簡単に受け入れられるかもしれませんよ。わかった、そうだな、実際に着てみないことにはわからないか。おー、いいね、試してみるか。はい、それがいいと思います。これは一枚へ来そうな流れじゃないの。ななみちゃんはこんなのどう。あー、いいね、いやこれ似合いそう。あ、それなら結構可愛いかも。フリフリでなんかこういうの結構ね、着けてる人いますよね。こうなんかなんつったらいいの、お腹周りのさ、こうおへその下あたりこうフリフリでごまかすみたいな。うまいことできてんだよな、しかもこう見た目かわいいしな。綾瀬先輩はどうします。私は大丈夫です。そうですか、綾瀬先輩ぐらい胸があると試着で確認した方がいいと思いますけど。うん、そうだよね、綾瀬さんぐらい胸があるとね。そうですね、うん、でも確認するまでもなく大丈夫です。確認するまでもなく、でも、うん、大丈夫ですからどうぞお構いなく。
なんか怖いね。なんか怖いね。ちょっと待って、もうまじまじと見るとほんと怖いなこれ。あ、はい、なんかすみませんでした。なんかすみません。千咲さんに謝らせていく。まあパッドでサイズを合わせられるんだろうからな。巨乳おっぱいって結構便利なのかもしれない。また目が語っていたのかなんて思っていると睨まれてしまった。三笠さんの能力、本当は精神感能とかリーディング系じゃないのか。へえ、そっか、水着をね。先輩もどうですか、一緒に。ここで会ったのも何かの縁ですから。私がご冗談を。え、ピチピチギャルたちの前で肌を晒すなんて考えただけでも、うん、いや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 、まゆさん、先輩の水着姿なら遜色ないと思いますが。優しい言葉をありがとう。その心遣いはありがたく頂戴するね。そういうつもりではなかったが、これ以上は押し問答になるだけか。そんなに嫌なんですか。そりゃそうさ、肌を一緒に晒すなんて殺されるも同然だよ。処刑だよ、処刑。いやでもそうなるとお風呂はどうなるんですか。また死んじゃうのか。相変わらずひ弱だな。それに水着は持ってるしね。今回は遠慮しておくよ。こうして見てるだけで十分。そうですか。ちなみに先輩は何を買いに来たんですか。ん、特に目的があって寄ったわけじゃないんだよね。あ、目的がなくても普通に来るんだな、こういうところ。そうなんですか。別件で外に出たついでにね。うん、別件の方はもう済ませてるから気にしないで。ウィンドウショッピングでお店を冷やかしてブラブラしようと思って寄っただけ。なんだろう、その別件も気になるけどね。やはり女の人は買わないものでもいろいろ見るのが好きなんですか。その質問はいただけないね。お、恋人にそんなこと言ったら不機嫌になっちゃうよ。まあでも男子からするとあんまりわかんねえからな。まあ男子でもね、そういう人はいるかもしれないけど、俺は少なくともわかんねえな。なんかもう俺はもう先にさ、もうアマゾンとかでもさ、あーもうこれ買いたい、これ買う、ポチ終わりだもん。もうなんかこう何かに合うとかさ、うん、まあ、あのサイズ確認とかその服とかは、まあ、その試着とかはあるけど、まあ、そんなのもね、女の子みたいなこのめんどくさいのじゃないからさ、もうバーバー、よし合うな、よしオッケーみたいな終了みたいなね、はいこれ買いますみたいな、そういう流れだから、まあなんか選んだりとかそういうのないですね。パーカーとか選ぶかな。うん、女の子の買い物が長いのは話に聞いてましたけど、ここまでと。服はね、長くなるのは仕方ないんだけど、他も多分長くなるんだろうな。暇すぎる、暇すぎる。これぐらいで文句を言ってちゃ彼女ができた時に苦労するよ。じゃあソシャゲやろうぜ。恭平くん、ソシャゲ始めないか。僕は決断力のある子が理想ですね。おお。ごめんサトル、ちょっとここを離れてもいい。お腹空いちゃったから何か食べに行きたいんだ。おお、構わないぞ。早めに戻ってくるつもりだけど、もし決まったら連絡を頼むよ。あ、一人で行くの。わかった、その心配はなさそうだがな。試着室に入って全然出てこないし。じゃあちょっと行ってくるね。はあ、お腹すいた。そっか、燃費悪いんだもんな。有原くんは行かなくていいの。お腹は空いていませんから。いやでもさ、相当金使いそうだよね、食費にさ。それに護衛もある。こっちの方が店の中だけじゃなくてモール全体を把握しやすい。と言っても特に視線を感じるわけでもなく、危険はなさそうだが。じゃなくてあっち。ん？え？意識を周囲に飛ばしていた俺とは違い、式部先輩の指が指しているのは店の中だ。なるほど。せっかく一緒に来てるんだから、試着の感想ぐらいは言っておいた方がポイント高いとお姉さんは思うんだけど。んー、余計なお世話なんじゃないかな。どうなんだろうな。女性ものの服やら水着やらが並んでる中に入るのは恥ずかしいです。それに余計なことを言うなってよく怒られますからね、俺は。何それ、そんなに
はい、よく妹を怒らせます。あと三笠さんには殺されそうになる。そうだな。でもね、多少怒らせたとしてもコミュニケーションを取ることこそが重要なのさ。苦手意識を持つよりもまずはぶつかってみること、恋人ができた時の練習だと思って。もうなんかもう恋人ができた時用のことをすごいアドバイスしてくれるけど、まゆ先輩はなんかそういうのを、ね、経験済みなんですかでしょうかね。恋人ができた時のことを悩むよりまず彼女を作るところが問題ですよ。そういう苦手意識を持つのが一番良くないもうダメ出しが多いな。ほら、いつまでもここにいないで有原くんの水着の感想を言いに行くこと、何か言ってほしいと思ってるよ。そういうものですか。そういうものさ。見られたくないけど見てほしい、恥ずかしいけど感想ぐらいは言ってほしい。まあ人によってはなまあ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 。乙女心は複雑回帰、これお姉さんからのアドバイスね。モールの雰囲気に変化はなく、誰もこちらに意識を向けていない。この様子なら全体を見張らなくても大丈夫か。そんな疑り深い目をしなくてもいいでしょ私にだって乙女の時代はあったんだよ。おお、今はもう乙女じゃないんですか。可愛いなってか読み返しますか。さすがにちょっと入れとくわちょっと入れとくわ。読み返しますか。そんな失礼なことは言ってないし思ってもないです。さらに言うなら、しきべ先輩はまだまだ乙女と言っていい年齢ですよ。そう言ってくれる気持ちは嬉しいよ。でもさすがに乙女はね、あまりに痛々しすぎる何より自分の心が痛い。自分の心なんでそんな心は年を取ってしまったんだ。気持ちだけありがたくいただいておきます。それより早く行かないと感想を言うタイミングを逃しちゃうよ。じゃあアドバイスに従ってちょっと行ってきます。うむ、よろしい、行ってらっしゃい。おーおおあ、なるほどな、二手に分かれてるから、なんかここで選択肢くんのか。はい、ということで、じゃあ今回はここで終わりにしたいなと思いますが、いやいやいや、いいですね、このななみさんとはずきさんのこの選択肢なんだね今回は。まあ、前回がね、あれ前回はななみさんとまゆ先輩だったよね。はい、まあまあまだ綾瀬さんのね選択肢が来てないんですけど、まあ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 、ちょっとそこら辺も気になりますね。はい、ということで、まあとりあえず今回はここで終わりたいなと思います。また綾瀬さんがな、ちょっと若干持っていきましたけど、まあでも葉月さんとねななみさんもこうフューチャー界っていうか全員フューチャー界だったね。だから今回ヒロイン全員出てきたよね、すごいね。はい、そしてね、後ろのこのしずみさんもこれ本当誰を待ってんだろうな、こんな角で何してんだろうね。はい、まあそんなところで今回は以上にしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。